EU ・ヨーロッパ連合に対してアメリカが入国禁止措置を発表したことについて、 EU のトップが一方的に決められたと強い不快感を示しました。こちらパリの空港では予定を急遽変更してアメリカへ渡航する人の姿も見られます。アメリカが13日から入国禁止措置を始めるのを前に、フランスやドイツの空港では急遽アメリカへ向かう人が相次ぎました。 EU のフォンデアライエン委員長はアメリカの措置について、協議もなく一方的に決められたもので賛成しないと強い不快感を示しています。